3月19日火曜日朝6時の相場解説です。まあ今日は言うまでもなくですけども、15時30分から上田総裁の金利、利上げの発表があるという見通しです。日銀の金融政策決定会合がね、昨日、今日とありまして、今日があ最終日というかね、2日しかないんで最終日って大げさに言うことがないんですけども、まあ結局ね、いろいろ話し合われると思いますけども、言いたいことってのは利上げをするからどうかだけでしょ。 だから、一泊二日もかける意味あるのかなっていう気はしないでもないんですけども。まあね、いろいろとお仕事されるんでしょうね。何なんでしょうね。はい。で、利上げが起きると世の中の景気は悪くなります。まあそうなると、また円安の方向に進むんじゃないかなと思うんですよ。うん、そういう風なファンダメンタルが今日吹き荒れますんで、解説はまた後々するとしてですね、今日はあの、ポジションを持たない方がよろしいかと思います。それだけですね、言いたいことは。 で、テクニカル的に解釈するとしたら、えこちらの、ね、陽線がどんどん出てますけども、やっぱり止まるべき時に止まったでしょ。うん、ね、あの、なんですかね、赤三平とか赤四平って言いますけどもね。えー、こちらの方は覚えておいてくださいね。もう言いませんけどはい。で、4時間の方を見ていきましょう。テクニカル的に言うと、半値戻しでここで終わりっていうことですよね。で、149円。 これを超えたら、利食いをするってことをお話しました。それに基づいて昨日も多少利益を積み上げることはできたわけですけども、このような形でね、ここですよね。上昇トレンドは起きていたんですが、ここで横ばいになって、149円以上になったら倍、で、149円を割り込んできたら、セルを繰り返していけば、まあ一定の利食いはできるかなっていうところです。まあそれを昨日はね、ちょっとこう、練習したって感じですかね。 はい。まあぐだぐだ言ってもしょうがないです。今日は本当待つしかありませんから、上田総裁の発表を待ちましょう。今日も相場解説もいたしませんので、基本的には。あの、15時ぐらい、17時か。夕方のね、えー、今日のまとめの相場解説ぐらいにさせていただこうと思いますんで、あの、本当に今日はね、ステイステイで、えー、日銀の発表待ってください。それだけです。それでは。